こんにちは、アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は小手対策の基本7、水草水槽と貝の相性について解説したいと思います。前回のですね、コケ対策の基本6の動画でですね、コケを取るためにですね、まあ生態を使うっていうね、解説をさせていただいて、まあその中でですね、まあヤマトの前にドートシンクルス、あとサイヤミズフライングフォックスですね。まあこのあたりについて解説をしたんですけども、その後ですね、動画をご覧になった方々からですね、貝はどうなんですかとかですね、まあ水草水槽に、貝って絶対入れた方がいいんですかとかね、貝を入れた時の、メリットとデメリットとかってありますかねみたいなね、ご質問がね、ただね、ありましたので、今回はですね、コケ取り用の貝について解説を行いたいと思います。コケ取り用のね、貝と言いますとですね、まあ代表的なものがですね、まあ石巻貝になると思うんですけども、まあ結構ね、身近なね、コケ取り用の貝としてはとてもね、メジャーでして、まあ、皆さんもね、ショップさんで一度はね、ご覧になったかと思うんですけども、まあ、当店もですね、水草水槽、こういったね、水草レイアウト水槽ですね、あるいは、水草販売水槽、そして、生き物ですね、まあ、生態販売水槽、まあ、これらの水槽の中で、実はですね、当店1台もですね、入れていないんですよね、貝をね。まあ、そのなんで、まあ、石巻貝ですね、まあ、貝をね、当店では水槽に入れてないのかっていったところもですね、順を追ってね、解説していきたいと思います。まずですね、石巻貝のメリットについて、3点、挙げてみたいと思います。まず1つ目、コケを結構食べてくれます。まず、そこが一番ですよね。能力的には非常に高いものを持っています。ただちょっとコケの種類はちょっと限定されちゃうんですけども、比較的ですね、まあ柔らかい系のね、ケイソウといったね、茶ゴケですよね、茶ゴケとか、まあ、緑色のコケであったりとか、まあふさふさしてないコケの方が得意ですね。まあヒゲコケとかね、あっち系は食べてくれないんですけども、わりかしですね、まあ全般的によく見かけるようなコケはですね、非常にコケの除去能力が高いです。まあここはね、メリットとして非常にね、大きいところかなと思います。次に2つ目、値段がね、結構安いです。安価に手に入るっていうのと、流通量が多いので、まあ、どのね、お店さんでもね、販売はあると思うんで、比較的手に入りやすいっていうところが2点目。そして3点目、取りづらい石とか流木の苔をですね、綺麗に取ってくれますね。まあ、特に石ですね、例えば皆さんね、流黄石とかですね、まあ、エディの流黄石とか、まあ、明るい系のね、色をしたね、ライトグレーみたいな、ね、色のね、石の場合って、まあ、茶色くね、こう覆われてくると非常に見苦しいんですよね。せっかくね、美しい石の表情とかが、スポイルされてしまったりとかもあるので、その時にですね、結構ね、石巻貝はですね、この細かいね、こう、入り組んだところまでですね、割とね、綺麗にしてくれるので、石のレイアウトで、茶ゴケがこう覆われた場合とかはですね、非常に効果が高くて、まあ、とてもね、使い勝手が良くておすすめです。で、一方デメリットの方なんですけども、まあなぜね、当店が石巻貝を使っていないのかっていったところの理由にもなるんですけども、デメリットがですね、3つありますね。まず1つ目、卵を産みつけるってことですね。これがですね、結構厄介なんですよね。白いね、粒をね、こう、産みつけちゃうんですよね。ちょっとそのね、卵のね、動画をちょっと撮ることが、うちでね、まあ、当店でですね、石巻貝が使ってないってところで、ちょっと資料をご用意できなかったんですけども、まあ、その場合ですね、ちょっとネットの方でね、調べていただければわかりやすいんですけども、白いですね、結構割と頑固なね、卵を産みつけちゃうんですよね。それが石とか、水槽のね、表面であったりとか、まあ、流木であったりとか、で、目立って、上に取るのが割とこう厄介なんですよね。それがちょっとね、ブツ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 となるとね、見栄えが非常に悪くなりますし、まあそのですね、取るのも難儀するといったところで、まあこれが一番最大のデメリットかなっていったところですね。で、次に2点目、脱走しやすいです。というのがですね、ネイチャーアクアリウムの場合ですね、まあ、皆さんね、ガラス蓋ってされてないと思うんですよね。まあ、ガラス蓋するとしても夜だけとかね、まあ限定でされているっていう方が多いと思うんですけども、まあ基本的にはオープンアクアリウムになるので、割かしね、脱走しちゃうんですよね。
まあ、ガラスのね、上の方に登っていって、そのままね、外に出ちゃうっていうね、いうパターンがあって、たまにね、転がってたりとかするんですよね。死体の、まあ、石巻貝が床にとかね。まあ、そういったところもあって、割とね、脱走が厄介な問題かなって感じはしますね。で、ガラス蓋をしてたとしても、やっぱ隙間のところからね、出ていくので、もう結構こう、ほぼほぼ密閉みたいなしてしまわないと防ぎようがないので、一応脱走するって言ったところはもう結構デメリットとして大きいかなと思います。で、次に三つ目。死んでしまうことが割かし多いです。まあ、というのがですね、一定の条件にはなるんですけども、死んでしまう原因としてですね、ひっくり返っちゃう場合ですね、自分自身の、まあ何かこう水草とかに捕まってて、くるっとね、裏返っちゃった場合はですね、起き上がることができないので、石巻貝の場合。なので、そのまま死んでしまうと。で、それが死んでしまったら、せっかくですね、まあ、水草水槽をきれいにするために入れているのに、まあね、こう、死体がこう転がってるってことは、水を汚してしまう原因になって、それが苔に発生すると。なんかはね、ちょっと本末転倒的なね、ことになり得るので、まあ、そこもデメリットかなと思います。で、他に死亡原因といたしましては、水草水素の場合ね、皆さんソイル使われると思うんですけども、結構ね、強酸性まではいかなくても、まあ、どちらかというと酸性の水質になって、硬度もですね、非常に低いと。まあ、それがですね、まあ、石巻貝にとっては非常に苦痛な環境になるんですよね。やっぱり甲羅をですね、まあ、この殻ですよね、作るときにはやっぱりある程度の硬度とかペーハーとかね、必要ですし、やっぱり長生きしてくれないといったところがあるんですよね。まあいつの間にかですね、まあ、死んでしまって、なんか殻のところだけが残っていると。といったこともあって、まあ弱酸性のね、まあ酸性の軟水で、なおかつ CO2 を入れているってなると、まあ、石巻貝にとってはあまりいい環境ではないと。まあそのため、短命で終わってしまう。まあ、このあたりのね、3点がちょっとね、まあ、デメリットとしてですね、まあ、あるので、まあ、当店では、使用していないと。で、あとですね、まあ、こちらのね、動画見ていただくとわかりやすいんですけどね、ここもですね、まあ、デメリットとして非常に大きいんですけど、見栄えですよね。やっぱガラス面にね、こう、貼り付いていると、やっぱりこう水槽を眺めた時にですね、やっぱ目障りなんですよね。貝の方に目が行っちゃうんで、やっぱりこう正面から見た時に、まあスカッとねしていた方が非常にまあいいかなっていったところもあって、ちょっと見栄えのところもっていう感じですよね。まあそういった意味もあって、まあ当店ではですね、まあ 目に触れるようなね、ちょっと。コケ取り用の貝は入れてないっていったところが、主な理由となります。で、ただ一方ですね、石巻貝も水草水槽でうまく利用していただければ、使うのも非常に一つの、まあ、いい方法かなと思うんですけども、まあ、例えばですね、まあ、こちらの水槽を見ていただくとわかりやすいんですけども、ショートヘアグラスのね、まあ、草原風レイアウトで、まあ、石がポイントになるんですよね、水系として。なので、石の美しさがですね、ちょっと、見栄えが悪くなってくるとですね、まあ、このような感じで苔がね、ちょっとまとわりついて、まあ、そういった場合はですね、手でこすってもいいんですけど、割かしですね、石巻貝の能力っていうのをね、活かすステージとしてはですね、結構いいシチュエーションなんですよね。なので、短期的に入れていただくっていう利用方法は結構ありかなと思います。やっぱりですね、入れっぱなしにしちゃうと、先ほどの説明の通りですね、やっぱ卵を見つけられたりとかね、する、可能性が高くなってくるので、一時的にですね、石巻貝をね、バッとね、まあ、複数離していただいて、とにかく石のね、苔を、除去してもらって、そこで石が綺麗になったら石巻貝を取り出すと。で、石巻貝の場合ですね、捕獲しやすいんですよね、取るときもですね。エビとかね、ほんと救うの大変なんですけど、石巻貝ってね、大体どっかに張り付いてるんで、もう手でね、取れば OK なんで、まあその時取るときにね、あんまり無理やり引っ張るとちょっと死んじゃうので、軽くですね、取り方なんですけど、石巻貝の甲羅をですね、ゆっくりね、こう、回転させるようにね、ねじっていただくんですよね。そうするとスッとね、外れるので、まあそのあたりはですね、かなりコツとしてね、知っていただければと思います。まっすぐ話すと、ちょっと、身というかね、本体がやられちゃうんで、それはちょっとね、ご注意いただければと思います。まあ、その感じでですね、まあ、短期的に入れていただくと。
まあ、あるいはですね、まあ、利用方法がちょっと水草水槽と異なるんですけども、まあ、メダカ鉢とかでね、皆さんね、やっておられる方ですね。メダカ鉢最近人気あると思うんですけども、メダカ鉢とかでしたら、石巻が入れとくと本当にいいかなと思います。やっぱガラス水槽の場合ですね、見栄えが悪くなっちゃうので、かえって使いにくいんですけど、まあ、陶器のね、焼き物の鉢とかであればですね、まあ、真横から見た時にそんなにですね、見えないんで、まあ、上から見た時にね、別に石巻が入れても全然ね、見栄えとしては悪くないので、まあ、そういったね、ビオトープとかやってる方にとっては非常にいいのかなとは思いますね。で、あとどうしてもですね、まあ、ちょっとそういったね、人によるところもあるんですけども、別にその卵が産みつけられても構わないよっていう方もね、中にはおられると思うんですけど、まあ、そういった方はですね、例えば、pH がね、高めの水であればね、大磯とかでですね、大磯砂とかで、比較的、まあ、CO2 とかもない水草で、CO2 設備がない、水槽とかの方でしたら、非常に石巻貝はね、いいと思います。というのがですね、やっぱりこう、大磯とか引いていただくと、pH もですね、硬度も、まあ比較的上昇するので、まあその中で CO2 を添加しないとなるとですね、まあ余計に石巻貝にとっては非常にいい環境なんですよ。住みやすい環境になるので、とてもですね、大活躍してくれるかなと思います。まあちょっと脱走のところだけはですね、なかなか防ぐの難しいんですけども、比較的ね、長生きしてくれますし、そういった環境だと。うん。まあ、水草水槽もね、いろんなね、こう、パターンとかね、ジャンルがあるので、まあ、そういった感じでね、使えるシチュエーションであれば使ってもらった方がね、非常にいいのかなと思います。まあ、こんな感じでですね、今回はですね、まあ、石巻貝についてね、解説させていただいたんですけども、まあ、利用方法によってはですね、やっぱり、うん。メリットも大きくなりますし、逆にですね、まあ、ネイチャーアクアリウムのようなね、どうしてもこう、見栄えっていうね、重視するね、水槽のジャンルの場合は、やっぱりね、石巻貝といったのところはちょっと、うん、見栄え的にはマイナスになってくるので、ちょっと使えないかなと思います。まあ、使うにしてもちょっと短期でですね、苔が、取れたら取り出すといった形で利用いただければですね、石巻貝をね、うまくね、使いこなしていただけるのではないかなと思います。で、今回のですね、また、情報ですね、もし気に入っていただけたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ嬉しく思います。また応援がてらですね、いいねマークの方もね、押していただければ大変嬉しく思います。では、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。